問題です。一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額。簡単に言えば、国内のもの、サービスに使われたお金の総計を表した数字を何というでしょうか。問題の確認です。一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額。簡単に言えば、国内のもの、サービスに使われたお金の総計を表した数字を何というでしょうか。答えは GDP、国内総生産でした。